あ、まだですね。そうですね、はい、生食パン発祥のお店野上。8月3日放送坂上裕二のエンモーニングのゲストは、シンガーソングライターの日奈子さんです。どうもいらっしゃいませ。日奈子です、よろしくお願いします。いやもう前ね、はい、あのジーナさんに来ていただいて、はい、ちょっと僕らがちょっと無理やり歌を聴かしてもらったんで、はい、ぜひひなこさんに来てほしいなということで。ありがとうございます。ちょっと実現しちゃいましたね。お邪魔させていただきました。ありがとうございます。これがこう、これは何になるんですか？これは。これは、うん、何をって言うんですかね。あの CD のジャケットに、うん、になるのかな。はい、あります。いつもはこれと CD と一緒に。そうなんよね、はい、販売してます。いやでもその歌はいつぐらいからな、はい、あんな綺麗な歌声で何歳からやってるんですか？歌い始めたの高校くらいですかね、うん、ほんま、はい、自分でめっちゃうまいやんって思い出したのめっちゃうまいやんって思い出したの。いやほんまで気づいたんですね。高校のなんかテスト週間のみんなが帰った後の廊下で歌うのが好きでした、うん、うわじゃあみんな聴いてるところで、いやみんなも帰った後に、あ帰った後か、そっか、でそれを、はい、あのジーナさんがもう発掘、まあ、さらに今、はい、ペアでね、うん、一緒にやって売り出そうとしてるわけですよね、はい、いやでもあの素晴らしい歌声なら大丈夫ですよ。ありがとうございます、ね、まああの、そう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 、まあこれでねせっかくなんでちょっと近々ある、はい、告知なんかもしあるんであれば、はい、ありがとうございます。来週の7月26日金曜日に私の所属している J コレクションの4周年記念企画ライブが、1年に1回の大きなライブがもう来週に迫っております。7月26日場所が心斎橋のジャニスにて、時間は6時オープン6時半スタートで、チケットが3500円で、私が初バンドでその日はお送りいたしますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。いやその音楽ね聞いたけど、はい、空もできたら生でね歌ってもらえる方が ね、まあ、多分あのタラさんも遊びに行くと思いますんで、はい、ぜひお待ちしてます、ね、じゃあ放送の方もちょっとこの後楽しみましょう、はいはいはい、じゃあよろしくお願いします。皆さん聞いてください。